お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュライやっていくんですけど、今日はね、このロイホグデッキを使っていこうと思うんですけど、なんとね、ロイホグプラスゴブリンバレルが一緒のデッキがね、生まれました。海外でね、こう結構ね、イカれたデッキといいますか、ちょっといろんな、なんか変わったカードをね、使うプレイヤーがいるんですけど、カーターっていうね、こう、選手がいるんですけど、まあその方がこのデッキでグラチュで順勝してましたねと、まあ言ったところで、こうまあ最近ザッピーが強化されて、ちょっと増えてきてね、ザッピープラスロイホグも流行ってて、そういう、まあロイホグ系というか最近スケドラか、スケドラがいたんでファイボも流行ってて、そのファイボに強いのっていうので、ここ最近インフェルノタワープラスのこう、ゴブリンバレルの枯渇がね、まあ流行ってたんですけど、なんかそこをガッチャングしちゃいましたと。なぜか一緒にしちゃったよっていう謎デッキなんですけども、まあ、強いんじゃねって感じで、今日はね、ちょっと使っていこうかなと思います。そしてね、このスタンプですよ。かわいい！かわいいけどシンプルだな。もうちょっとなんか水吹いてほしいな。さあ、アピールしていきます。で、待って、何あれ何あれ怖っ。びっくりして、今ゴキブリブリみたいだったら。ちょ、見た？ちょっと待って、今、メガネ、ゴーグル？相手のピッカースタンプ見ました？あれ。今、やばくなかったですか？だって、ゴキブリ出てきたもん。ちょっと待って。本当に、そんなこと言ったら、マジで、ペッカ使いに怒られるんですけど、今のやばくないですか？見た？だって、サングラスか？外すまで、ゴキブリでしたよ、今。僕、マジゴキブリ嫌いなんですよ。多分、一生使わない、マジで。え？待って。ピンク、ペッカだったけど、本当にペッカかっていうような感じのスタンプですね。ちょっとマジびっくりしちゃいましたが、まあ、なぜこのゴブリンバレルとロイホグ一緒にしちゃったんだろうって感じではあるんですけども、まあ、あれですね、ホグプラスバレルは見たことありますが、ロイホグバレルは初で、まあ、ロイホグって結構ウッドに弱いと言いますか、もうウッドを裂かれやすいカードだと思うんですよ。まあ、ウッドプラス、まあ、ミニペッカで一発で殴れるし、みたいな感じ。まあ、ウッドとかタルババを、こう、裂くのは当たり前というかね、結構裂きがちなんですよね。うわぁ、そのマジでちゃうめえな。そう。やべ、待って、そのトルネもうめえな。さあ、いや、でもいい防衛をしていきます。ラディ。で、ファイブウッドでしたね。うん、つら。そう。なので、ロイフって結構ウッドでね、防衛されるので、まあそこでウッド枯渇を若干イメージしたのかなっていうのはね、まあ、ありますが、どうなんでしょうか？誰か。よろしく。さあ、一旦バレルでも投げて、これスケルトン部隊間に合うかな？間に合ってくんねえとちょっとやばいんだよね。これ、インフェでエリゴレ溶かした後に、このスケブでライドラを溶かしたいですね。さあ、いいよ。そして相手は、端前からの、攻めマジアチをしてくるよと。あ、待って、エリが。エリがやべ、エリがやべ。で、ファイボでしたね、ファイボ。一旦1-3にして、ちょっとファイボ打ちにくいよねっていう。そして、うわー、出た。神の許容という名の虫。いや、このゴブリンバレル、電波ですか？親フラか？親フラ説は結構ありますからね。ちょっと、ご飯よーって。ご飯の時間かな、そろそろ。ご飯の時間も過ぎてるか？あ、これいらねかったな。でも後ろに行ってくれるわ。まあでもいいや。そして、スケルトン部隊が優秀と。だからまあ防衛力がちょっと高いですね。ゴブリンバレルはそんな活躍してないですけど、ゴブリンバレルによって、僕の吹き矢だったり、スケルトン部隊が活躍して、で、ロイホグはまあなんか削ってましたねと。めったような感じで、まあザッピープラスロイホグがシンプルに強いですね。そして、こう、インフェルノタワープラススケルトン部隊プラス吹き矢プラスバレルも強い。でもそこが合わさったことによって強くなったかどうかは、際どい。うん。合わせる必要あったかな？まあ、一度にね、こう、ロイホグデッキと枯渇デッキを楽しめるっていう、まあそういった部分では、まあ一石二鳥と言いますか、こう、まあ効率いいですよね。いろんなデッキ触りたいけど、あ、一緒に使っちゃえっていうような、まあ新しい考え。多分違いますけど、あ、強いんだと思いますよ、マジで。ザッピーですね。でもザッピーとロイホグは、ファイボ枯渇でわかるんですよ。まあ、ロイホグにね、ウッドを使ってくれるっていうやつなんでしょうね、多分。本当に。だってヒースピーとかあれば、ヒースピーね、ウッド系使わせてとか、まあ、わかりますけど。ヒースピーないですからね。いいんですけど、全然。全然なんかね、悪口言ってるとかでもないんですけどね。ああ、めっちゃうまいじゃんけ。びっくりだ。そんなことしてくれる。デッキ知ってんのかな、佐藤。まあまあまあ、よろしく。これ一回待って、デリバリーでしょ。
ポイズンウォールブレイカーのボムタワーが入ってますね、これ。あの、ロイフグってボムタワーきついんですよね。はい、なので、どんまい。待って、ヤリゴブコウモリなんですよね、ヤリゴブコウモリ。多分、ヤリゴブコウモリ、めっちゃ攻めてくんじゃん、さっきから。めっちゃうまいじゃん、多分。やべ、これやべ。お、待って、なんか降ってきた、降ってきた、降ってきた。どういうこと、どういうこと、どういうこと。とりあえず、ちょっと待って。なんか、わかんねえんだけど。待って、待って、待って。ウッド使え、ウッド使え。ウッド使えよ。ウッド使わん、あ、デリバリーだったな。ウッドねえんだ。デリバリーポイズンなんだ。だからこれ困る。オーケーオーケーオーケー、いいよいいよ。さあ来ました皆さん。今回の対戦、僕は、あれですね。ロイフグ出すと、ボムタワーでエリアと取られちゃうんで、枯渇デッキとしてね、戦います。この時2種類のね、立ち回りができるんでね。さあ、枯渇デッキです。僕は今から枯渇デッキで、この豚は一度も登場しません。さあ、登場するとするだけ、アド取られて負けます。多分ですが。まあ、最後の最後には、こう、なんかね、ザ・ピーステパからのいい感じにね、できたらいいかなと思うんですけど、いや、なんか、なんか、大変。なんか大変。さあ。で、デリバリーですね。これにはデリバリーなので、逆性バレル飛ばすと、まあ、言ったらポイズン、んじゃなくて、普通にコウモリ、ヤリゴブで防衛されて、まあ、僕は攻めのなんかがないんでね、攻め雪玉とか、今。これで回ってきましたね。ここは、絶対雪ユニットなので、あ、バチコーン!ほら!さあ、ダメージ稼いでいきます。で、相手も、ポイズンだったので、これ、インフェ立てとけば、オーケーオーケー。オーケーオーケーね、おいしい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 。そして相手のボムタワーが、すんごい厄介。オーケー、いや、これで箱使わせられるんで、一旦ね、一旦箱使ってもらって、さあ、これはね、防衛むずいですよ。絶対間に合わない。オーケー!ちょっとね、年齢がね、こう、若さ大事ですから、デリバリー。いや、待って、早すぎたらやばい。おい、熱い?さあ、こっからですね。相手は、シンプルに、吹き矢とかがマジで辛そうですね。吹き矢系マジ辛そうで、僕これロイフグ飛ばしても餌なんでね、飛ばさずに、さあ、ゴボリ間に合わない、ゴボリじゃねえわ。あれね。いや、いいですよ。いいですよ、これ。豚いらんくらいあんま言いたくないんですけど、僕ロイフグ好きなんでね。これ、ポイズン来る可能性もあるんで、そう、スケルトム隊出す必要なくて、で、これもゴブリンバレルですね。ゴブリンバレル飛ばしていけば、多分ダメージ入ります。完封できるか?いやー、さすがに早いか。さすがにそろそろ早い。え、待って、やばくね?これ。なんか負けそうなんだけど。ちょっと待って。さあ、ちょっと待って。やめろ。ポイズン打つんじゃねえよ。ポイズン打たんのかい。打ってくれたらでよかったんですけど。ここ一回逆にロイフグ飛ばすっていうね。そしてからの、こう、相手にね、ボムタワーとかユニット防衛させて、ここ、デリバリー間に合うな。デリバリー間に合うな。おー、危ねえ!間に合ってたら、ワンチャン負けてた。グッドゲームー。いや、ロイフグいる?ちょっと待って、今2回ぐらい試合したんですけど、あ、まあ、さっきは良かったのか。さっきは、活躍してたっけ?まあでも、このデッキを一緒にしたメリット的なのはまだね、見えてないですね。序盤に、ま、ロイフグ飛ばして、まあ、ロイフグ、あれだな、気づいた。やっぱ、ロイフグにウッド系使えないと、ロイフグがやっぱ多少なりとも刺さっちゃうんですよね。で、ウッド使うと使うで、こう、積んじゃうんで、逆にバレルを持ってるって相手が分かると、豚に対してロリババとかウッド系を避けないんで、より豚のダメージが毎回微妙に入っていくんですよ。それによって、なんか結構削れてるってなって勝つことができるっていう、こう、影で豚が活躍するっていう、まあ、心理的と言いますか、よくわかんないんですけど、まあ、そんな感じのね、デッキじゃね。今日めっちゃ適当かもしれない。ごめんね。ごめんねって感じ。で、多分きついだろう、クロスと引きま、当たりましたね、クロス。多分きついですよね、これ。だって、きついですもん。アイゴルとか、ナイトとかの竹が取り、一時的な竹取りがないと、結構大変だと思うんですよ。そう。まあ、なんですけど、まあ、なんとかなるんじゃねっていう、セパして耐えたいですね。で、相手のクロスどうやって壊そうかっていうのが本当に悩みですが、悩みですね。だってこれ、相手だって5ウッドクロスじゃないですか。ロイフグに5をバレルにウッド、相手からしたらもうね、好都合ですね。あれ?なんか1枚ずつ打てるぞって。で、防衛クロスしとけば、まあ、てか、節は立てとけばね。なんでこんな噛んだ今。なんでこんな噛んだ?テスラ立てとけば吹き矢も通んねえし、みたいな。いやー、ちょっと待ってよ、お兄さん。お兄さん、これやべえよな。で、ウッドと被りたくないので、吹き矢横に出して、よし。これ雪波いるな。オッケー。まあ、一旦耐えましたよ。
いたたいたですけど、皆さんこれどう思いますか？本当に考えれば考えるほど、なぜロイホグとバレルを一緒にしたんだっていうこの謎の問いが出てきますね、これ。ちょっとなんか考えてほしいな、みんなに。宿題ですね、宿題。みんなへの。なぜロイホグとバレルを一緒にしたのか。ウッドコカツ以外で。厳しめ、厳しめ。さあ、まあ、とりあえずこんなんもうセパしたら、もったいないんで攻めちゃいましょうね。もっちゃいないんで攻めて、ゴブリンバレルの、ちょっと、微妙に外し目にね。微妙に外し目に行くけど、いい感じにね。でもいいよ。今んとこいいよ。今んとこいい。さあ、ボーイクロスもそんな残らない。まあ、クロス意外といけるか。これ、セパデッキでいけるか。チャギンなーい。じらしてくるねー、お兄さん。いや、これやべえな、なんか。まあ、いい。とりあえずね、とりあえず暇になるんで、攻めます。で、吹き矢がぼちぼち活躍するけど、まあ、攻めは、あれ、ウッド使ってないですもんね。相手何してんのこれ。あ、絶対攻めクロスしたら俺終わるんだけど。俺、いたぶられてんのかなこれ。どうするマジで。これは、どうしよう。助けて、誰か。しょ。さあ。で、こう、吹き矢にウッド使う？吹き矢にウッド使う？吹き矢にウッド使ったよ。ウッド使ったけど、ウッド使ったんだけどさ、待ってよ、やめてくれよ。あ、耐える。いや、気持ち耐えるよ、気持ち耐える。あ、しかもナイトなんで、スケルトン部隊も若干活躍しそうですね。アイゴレだったら、スキャミ全然無効化されちゃうんですけど。なんで防衛クロスする？今は攻めクロス。いや、まあ、でもしんどい。さあ、ログとりあえず攻めて、これ、吹き矢に一回タギ行くんですよね。それがつれ、ウッド、どうにか空振らんかな。お、待って。泣いてきた。西見クロス来るな。やめてほしいな。マジでやめてほしい。本当にやめてほしい。あ、でも、ウッド裂いたんで、ここで、相手、スケルトン部隊とかで防衛すると、相手結構困るくね、これ。全然困んねえな。めっちゃ丁寧だな。あ、めっちゃいいな。で、あ、待って、ウッド裂いたらあるよ。あ、待って、吹き矢に竹行くな。あ、それだけはダメだって言ったら、お母さんが言ってたなんか、お前。なんで？で、ウッド？ウッド使わんのかい？いや、待って、めっちゃ耐えてる、俺。正義玉。ワンチャンなんじゃね？で、これ来るよ。8枚。ほら！来んのかい？いや、そこはうまいやんけ、お前。それはうまいでしょ。なんで？今のタイミング絶対来ますよね。あー、吹き矢届かないっけ、あれ。届かないか。あ、待って、最悪。皆さん、ご愁傷様でした。ちょっとやっちゃいましたね。あー、いやでもな、まだあるぞ。相手はね、ファイブムウッドも使いました。ファイブムウッドも使ったので、攻めるんですけど、勝てんじゃ。ウッドサイくんだけど、これがね、通らねえんじゃ、マジで。まあ、多分そんな感じはしてましたよね。まあ、クロスは、まあ、しょうがないですよね。いろんなデッキ使ってて、こう、本当に強いデッキでも、クロスね、ちょっときついかなっていうのがよくあるんですよ。なので、クロスは例外ですね。しょうがない。しかも、相手もちょっと上手かったですね。もう今、完璧なクロスっていう時に、こう、あれって、ボーイクロス。ちょっと負けたんでね、もう一戦いきますね。最後のは、てかまあ、意外と勝てそうではありましたけどね。惜しい。惜しいところはありました。さあ、で、バレルはちょっと隠しときたいですよね、なんか。でも、隠せねえな、これ。お、待って。そんなことある。いっけ、よろしく。あるぞ。見てこれ。いや、綺麗、防衛。あ、待って、でも、舞台一体ナイス？あー、皆さん、お気づきでしょうか。今回の対戦相手のデッキ、クロスボウ。あー、まあ、なんとかなるでしょう。さ、とりあえずね。あはー、相手を持ってやがる。ちょっと待ってよ。なんか、することねえっすね、これ。本当に、今。この手札ですよ。とりあえず手前にノックバックでもしていじめてきまーす。さあ、吹き矢でいじめて。待って、相手、ウッド使い？ウッド使い？ここでウッドか。相手はここでウッド使ったらバレル通るんですけど、今一回我慢しましょうか。で、これちょっとアード取られてるんで、一応気持ちクロス読んでね。気持ちクロス読んで、来い！来た！付け出すな！オッケー！ナイス！オッケー！いや、これ神ですね。ちょっと2戦連続クロスだと集中できてますね。そして、まあ、ウッドがないので、今、ゴブリンバレルを使うと、多分、トルネとかだと思うんで、アードは取られないと思ってバレルを投げますね。さあ、一発、かすり傷与えていく。
まあ、なんですけども、問題は防衛クロスですね。で、まあ、さっきはファイアボールだったんで、苦しかったんですけど、今回相手がロケなので、まあ、僕のザッピーもロイフグも、まあ、全く活躍しないことはないよねっていう部分では、まあ、可能性はありますね、全然。まあ、トレネがちょっと厄介な部分はありますが、そう、そして吹き矢にウッドをさっきから使わせられてるんで、そうなると、いい感じになるんじゃないかなと思いますね。さあ、相手もこれちょっと渋ってますね。ウッド使いていいけど、ウッド使うとダリンだよなーって思いながら、さあ僕は、まあ、じらしていきますね。一回待ってね。一回待って、いや、来ないんかと見せかけて行って、さあ、ウッドを使うよ。ウッドを使うよ。ウッドを使ったー。さあ、ゴブリンバレル。ヒュッヒュッヒュッ。いや、これ雪玉欲しいな。ここに雪玉あればもっとよかったですね。さあ、そして、気持ち端前クロスがあってもなく、あってもおかしくないが、さあ、防衛クロスからですね。さあ、ここに来て初登場。焼き身単価インスケルトン部隊ですね。さあ、そして、せめて、なんか、あ、ウッドか？ウッドか？ウッド使ったぞ。やべ、雪玉使っちまった。ミスった。俺はゴブリンバレルを投げたいな。一旦投げますね。一旦、なんか、トルネカ使ってくれ。一回なんかトルネカ使ってくれ。一回無視。無視？無視？これ来るよ、なんか。これ吹き矢だって。あー、めっちゃうまい、そら。吹き矢読み？一回行ってやります。一回、時間稼ぎタイムですね。マジで。あれが厄介ですね。さあ、一回耐えて、一回、うわぁ、待って、それうめえ。ちょっと待って、それちょっとうめえ。あ、待って、でも、相手ウッド裂いた、ウッド裂いた、ウッド裂いた。あー、オッケーオッケー、取れね、取れに来た、やばいやばい、待って。やばいやばいやばい。さあ、いてよ、いてよ、これ、泣いてくるな。泣いてくるの分かったな。ってことは、一回今、ゴブリンバレルで攻めて、まあ、耐えれるんで、多分耐えれるんで、僕としては、一回、OK。丁寧に立ち回ることが大事。さあ、293。待って、こっから負けるのだけは本当に避けたいぞ、俺。雪玉、あと何回だ、あれ。4回ぐらいいるな、あれ。いけるかな？雪玉4回は無理ですね。4回で何で落ちるのかっていう。それ左もワンチャン。ちょっとゴブリンバレス気持ちずらしめにね。雪玉でも削っていって、ウッド外せ。いや、もう吹き矢残るよ。クロス残るよ。でも一回ね、相手は、いや、そうなんですよね。で、ナイトかな、ナイト来ないで。ナイト来るんだよな、ちょうど。ちょうど来るんだよな。いや、めっちゃうまいんだよな。やべ、やべ、やべ、マジで。マジで、行くしかねえ。行くしかねえ、これ。豚で、ウッドボーイしてくる。ウッドボーイしてこんのかい。ちょっと待って、待って、待って、待って。あー、待って、やべ、やべ、待って、待って。やべやべ、終わる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 。ちょっと待って待って、終わるんだけど。待って待って待って。耐える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 。いや、でも今回のクロスさ、気持ち耐えれそう。気持ち耐える。気持ち、ザッピー、ザッピー。ウッド、ウッド使った。あ、待って。うわー、なんでやねん。なんでやねん。なんだ、もう、しょうがない。待って。まあ、2連敗したんだけど。うわー、なえるわー。まあ、なえるんですけど、マジで、しょうがない。本当に、しょうがないっす。しょうがない。クロスはしょうがない。まあでも、こう、ちゃんとね、2試合勝ててるんで、まあ、悪くはないんじゃねと。ってことで、今回ね、ローフングプラスバルデッキでした。では、終わりたいと思います。よければ、チャンネル登録とね、高評価の方も、よろしくお願いします。今後ね、もっとこう、なんか、え、このデッキあんのみたいな。これとこれ合わさんのみたいなね、デッキ、ぜひあればね、皆さん、教えてもらえると、動画に対していいと思います。では、お疲れちゃんでした。またね。